はい、こんばんは、今井です。本日もですね、昨日に引き続き ROM に関して解説していきたいと思います。昨日はね、肩関節でしたけども、今日はですね、肘関節になります。まあ脳血管系の障害で、まあ、見なくはないか、肘関節のね、関節について見ることが多いのは整形外科かな。整形外科の中等骨折とかで若い子がね、結構来たりします。まあ年取ってからも来る人いるんですけど、結構ね、可動域制限を起こすケースが肘関節は非常に多いです。で、結構 ROM ではね、軟重するケースがあるので、ちょっと解説しようかなと思うんですけども、一般的な肘関節の可動域と肘関節の構造に沿って考えると、実は今やってる肘関節の ROM っていうのは何かの代償動作が入ってる可能性がありますよっていうお話をしようかなというふうに思います。まずはこの動画を見てみましょう。これちょっと分かりづらいけどね、横から一応見てみたいと思います。まずは一般的に肘を曲げる方法で曲げてみますと。で、次やる方法が肘関節の構造に沿って上げた方法です。ちょっと分かりづらいね。もう一回一応見ていきますか。最初は普通に一般的な肘を曲げる動作ですね、はい、で、次これが構造に沿って上げ方です。で、次ちょっと真上から見てみたいと思います。これが一般的に、最初一般的に曲げる曲げ方。まあまあまあ、上腕に対してまっすぐ曲げてくるってことですね。で、次構造に沿ってやってくると、ちょっと上腕骨から外れていくのがわかりますかね。実際、肘関節の構造を見ると、まあ運搬角があるので、皆さんね、運搬角があるので、どうしても、その状態から曲げようとすると、上腕の外に肘、手が行くはずなんですけど、なぜだか分かんないですけど、まっすぐこうやって曲げてきてしまうケースがあります。これっていうのは肩関節の内線が微妙に入ってます。ってなると、純粋な肘関節の可動域を見ているっていうことにはならないですよね。こういったところで ROM の制限に苦しむことっていうのは非常に多くあったりします。っていうように、こういった関節の構造に沿って ROM テストをするっていうのは、あまりね、国家試験の勉強ではしてこなかったと思うんですけども、単純に ROM テストで重要なのは、可動域がどうかっていう、数字的に表すこと以外に、どうやって曲げているのか、果たしてこのか、ちゃんと関節面に合った状態で肘関節を曲げた時の可動域を測っているのか、こういう細かい説明っていうのは、国家試験で勉強した時の図とかね、説明文には載ってなかったと思います。でも実際臨床になると、そのぐらい細かいことまで見て、評価してあげないと、本当に何が問題なのか、ちゃんとした問題点の抽出まで達成することができないので、こういうね、今までなんとなく肘を曲げるっていう動作に対して ROM を測ってたと思うんですけども、今後は関節の構造とかっていうものを加味しながら見ていくと、問題点の抽出の仕方が変わるかなというふうに思います。特に肘関節においては、まっすぐ曲げると肩の内線の代償が入ってますと。なので、まっすぐではなく、ちょっと手の位置が外、肩の位置よりも外に曲がってくるのが正しい肘の屈曲方向になりますので、皆さんもぜひね、試してみてほしいなというふうに思います。関節ね、いろんなところでそういう現象がたくさん起きてますので、一個一個関節の構造から見ていくっていうのも、今後臨床では重要になるかなというふうに思います。ということで、本日もためになったよと思っていただけたら、いいね、またはフォロー、またはチャンネル登録をお願いします。ということで、本日は以上になります。では。